森淳子は、日本のフリーアナウンサー、実業家。教育コンシェルジュ、ビジネスコーチ、防災士、北海道観光マスター。札幌観光大使、レブン島観光大使。千葉県三部郡大網白里町出身。千葉県立長生高等学校、駒沢大学文学ぶっちり学科卒業。東京アナウンスセミナー終了。 立教大学大学院観光学研究科中と大学。北海道大学大学院教育学院修了。2002年7月、岩手朝日テレビ入社。2007年8月31日付で同社を退社。2007年9月、テレビ北海道に入社。2009年12月31日付で同社を退社。2010年11月、学校法人。 留宅学館森岡公務員法律専門学校の常勤講師となる。世界史、地理、ビジネスマナーなどを担当し、クラス担任も務める。2013年3月、同学校法人を退職。2013年4月、夫の転勤で札幌へ移住。本名の森淳子名義での活動を開始。また、北海道大学大学院教育学院に、 社会人入学する。2014年1月、株式会社ハッピーアローを設立。以来、学校でのキャリア教育や企業研修の講師を受け負っている。また、講演活動も行っている。2016年、北海道大学大学院教育学院修了。北海道科学大学非常勤講師。 トマコマイ看護専門学校非常勤講師、旭川調理師専門学校非常勤講師、札幌ベンチャーボイスアナウンススクール講師。2017年、チリオンナネットを設立、代表。2018年、北海道大学、ニトベカレジフェロー。自分創造塾設立、代表。2020年、札幌国際大学短期大学部非常勤講師。テレビ北海道。 ケーナビコメンテーター、ありがとうございます。